近年、医療技術は驚異的な進歩を遂げており、その中でも特に注目されているのがロボット技術の応用です。ロボット技術は医療現場に革新的な変化をもたらし、多くの領域でその効果が実証されています。今回は手術支援ロボットダヴィンチを紹介します。 J トリデ総合医療センター外科の炎上寺です。当院でのダヴィンチの実績については、2021年の12月に当院にダヴィンチを導入しまして、現在までに約370件を行っています。最近では年間約200件のペースでダヴィンチ手術を行っています。対象疾患外科に関しては、今は胃がんと、結腸がん直腸がんに分類される大腸がんです。で、当院では泌尿器科も行っておりまして、泌尿器科では前立腺がん、腎がん、あと骨盤臓器脱についても行っております。外科についてはですね、半分近くが大腸がんの手術になっています。大腸がんの中でも結腸がんの手術が最近増えてきている印象と、胃がんは年々、日本全体で減少傾向にありますので、外科の手術は結腸がん直腸がんの手術がロボット手術の中心になっています。まず患者さんにとってのメリットっていうことから申し上げますと、まずは一番はやはり腹腔鏡手術などと準じて小さい穴で手術を行いますので、傷が小さい手術ができるということ、これがメリットだと思います。あとはロボットの力を借りた精度の高い細かい手術ができるということ、これは患者さんにとってのメリットにあたると思います。最初の外来っていうのは手術の日から数えておよそ 2,3 週間でいらっしゃるんですね。で、個人的な感想になりますけれども、やっぱりシャキシャキと歩いてガラッと扉を開けて外来に入ってこられる方が多い印象があります。こちらからどうですか、楽ですかって聞いて、あ、大丈夫ですっていう回答を引き出すよりも、患者さんが入ってきてからおかげさんでって言われることが多くなった気はしますので、ちょっとひいき目かもしれませんが、自分の中ではやはり患者負担の少ない手術っていうふうに達成できているのかなと若干ながら感じます。 J 取手総合医療センターでは保険適用疾患しか行っていませんので、手術点数については多少上がるところがあるんですが、おおむね他の術式によって何か大幅に患者負担が増えるということはありません。恐怖心よりも治らなきゃっていう感じがありました。炎上寺先生が元気にロボットでやるからねって声をかけていただいて、なんか信頼できそうって思ったので安心して受けました。手術自体の時間はちょっと長かったんですけど、入院して2日目で手術をして、手術から8日目に退院して、手術から3週間目にゴルフしてました。先生からも何しろ動きなさいって言われてたので、おっかなびっくりではあったんですけど、もうゴルフばっかりですね、はい。週に3回ぐらいラウンドして、あとは練習して、それで手術終わって今度食べ出したら10キロ太ったんですよ。でもブヨブヨになって、飛ぶのはいいんですけど体が重いんですよ。でジムに行き出して、3月から今泳いでます。だいぶなんか体がしっかりしてきました。元気に楽しくゴルフやることだけです。過去の手術を否定するわけではないんですけれども、ロボット手術に関してはかなりのメリットがあると思っています。一番のメリットはやはりロボットの手がぶれないってこと、これに尽きると思います。ロボットの手術はロボットの手がぶれません。それは人の手と連動しているロボットのアームに手ブレ補正が入っているんですよ。ですから我々術者の手がいくらブレようとも、通常のブレであればアームの方がロボットが補正してくれますので、ブレないビシッとラインを描くような手術ができます。あともう一点、これはマニアックな話になるんですけども、腹腔鏡手術
発作のほか、回復手術なんかは助手との連動によって行われる手術なんですけれども、助手もブレる、術者もブレるということであれば、まあ、ブレが増すわけじゃないですか。ところがロボットに自分の意思で助手もさせて、ロボットに自分の意思で術者の要素も与えますので、助手も動かない、術者もブレないっていう点においては、本当に理想のラインを追求して精度の高い手術ができるというふうに考えられると思います。ロボット手術のロボットのアームの特性なんですけれども、腹腔鏡の監視と違って360度監視が回るっていうのがあるんですけれども、患者さんの体に入る小さな穴がここにあると仮定します。ここから腹腔鏡の監視の場合は曲がらないので、こうやってまっすぐ入っていって、ここでこうパクパクと動くんですね。でこっち側の側面に行きたいときには、このまま扇のように動いていくんです。ですからこれでいうと手の甲の部分しか当たらないんですが、ロボットの手っていうのはこう回って曲がるんですよ。ですのでこの角度で入っていった監視もここの側面に向かって回って曲がるので、垂直に当てて垂直に切ることなどができるんです。これはもう腹腔鏡ではなし得ないロボット手術のアームの特性ということになります。これはもう非常にメリットだと思います。まあ、我々のメリットということになるんですけれども、通常の立って行う監視を使った腹腔鏡手術や立って行う普通の回復手術、何かに比べますと実際に座った姿勢で手術が行えて、まあ、ある意味途中で休憩なんかも座ったまま入れることができる手術というのは医者にとっても楽な手術になります。はい、こういったところがメリットとして挙げられるんじゃないでしょうか。選ばれたものしか資格を取りに行けなかったんですけれども、今では特に特別な資格がなくともですね、ロボット手術10例の助手経験、我々と一緒に10例助手を経験してくれれば、その方に、トレーニングを受けていってもらって、それで我々指導員の指導の下で実際に公式の術者として手術してもらってやっております。ロボット術者の若年化が進んでいますので、まあ、術前の、まあ、トレーニングというのは非常に重要になってくると思います。もちろん解剖学などの外科手術そのものに対する勉強というのも必要ですけれども、手術およびロボットの特性に対するトレーニングが必要になってきますので、そこは、シュミレーターと呼ばれる非常に精度の高いテレビゲームのようなもので、しっかりとトレーニングを積んでから手術に臨んでもらうようにしています。遠隔診療にダヴィンチを活用するっていうのはもう少し先の話になるのかなっていうところがあるんですけども、いわゆる技術の進歩、通信の進歩によって、それこそ、まあ、いわゆる都市部の本体で術者がいて、あと現場にはまあ、その土地なりの医師もしくは、まあ、派遣された医師が少数行って、そこで都内および、まあ、大都市と地方を結んで、地方で大都市並みの手術が行えるということは期待されていると思います。はい、ただし、まあ、現実まだちょっとそこまではいけないと思うんですよ。ロボット手術のさらなる進化により患者様への負担がより軽減され、今まで以上に多くの方がロボット手術を受けられる環境が整うことを願っています。JA 取手総合医療センター外科の円城です。ダヴィンチの手術実績ですけれども、2021年12月に名前と ID 分かる。でもなんかあれ、そんなでも言うほどフリーや環評ぐらいにしかないね。これでもなんだ、腹痛がってるの下なんだ、ね、ちょっとどこ空いてるかちょっとよく分かんないけど、フリーや明らかだから、うん、手術やった方がいいんじゃない。ああ、ちょっとまた分かったら教えてよ。はい、よろしく。まあ、病院にいない時でも連絡がつながる体制を作ってますので、でまあこれですよね、携帯電話もうみんなスマホ持ってるんで、スマホでつながってます。まあ、我々の場合は LINE ワークスを使って一応連絡を取り合うようにしてます。 LINE だと一応公開型の SNS と言われていて、まあ、患者情報なんか取り扱う時に
まあ、漏洩してしまうともうこれ大問題ですから、一応非公開型の SNS として LINEWORKS を活用しています。その画像を見たいっていうのは本当我々にはよくあることで、その時にはですね、ジョインと呼ばれる画像診断アプリ、画像診断というのも変ですね、画像が見れるアプリを病院から与えられて、その権利を付与されてますので、それを使って CT なんか、 CT 以外もどんな映像もここに映っているような映像は全部こちらの方に転送可能ですので、必要なものを選んで転送してもらってこちらで見ています。何より患者さんが、僕が行けない時に他の医師が対応してくれれば、それが十分にメリットになると思いますので、こういったチーム医療体制はどんどん拡充させていきたいと思います。